胸くそ悪いと思われる修羅場を一つ。私の実家は家は小さいが、なぜか庭が広い。祖母、母の姑、父、母、犬5匹と暮らしていた。この時、私と姉は、県外で一人暮らしの大学生だった。家族全員、大の犬好きで、家の作りを犬仕様にリフォームしたり、写真を撮ったりと、犬との生活を楽しんでいた。特に、祖母と母は、二人で犬を連れて、大きい公園や、ドッグランに出かけている。庭は、入り口以外は、低めの塀に囲まれていて、犬を、よく、庭に放し飼いにしていた。庭も、もちろん犬が遊びやすいように少しだけいじってある。5匹とも、庭から脱走する子ではなかったが、父が、安全のためにと、入り口に柵を設置。柵を設置した途端、向かいの家のおばさんが突っかかってきた。ちょっと、勝手なことしないでよ。と騒ぎ立てたそうだ。このおばさん、よく、自分の庭に車を入れる際に、勝手に、うちの庭を使ってバック駐車していた。一度庭に前向きで10メートルほど侵入してから、バックで、自分の庭に駐車する感じ。これは、私も実家にいる時から目撃していて文句を言ったことがある。父が安全のためと言っていたのは、このおばさんを警戒してのことだった。父は騒ぐおばさんをスルーし、その後も犬たちを庭で遊ばせた。柵も設置したし、安心していたところだったのだが、ある日、とうとう一匹殺された。ババアは今までうちの庭を使って駐車しようと、わざわざ柵を開けて侵入してきた。入り口付近にいた、一番年を取った犬が引かれてしまった。もう阿鼻叫喚だったらしい。祖母は、虫の息の犬を鳴きながら、裸足で病院に連れて行ったが、間に合わなかった。その日、県外にいる私と姉に泣きながら電話してきた。父と母は、激怒、警察に訴えたがなぜか門前払い、理由が未だに不明、おばさんは、犬殺しの器物損害に関してはスルーされ、勝手に庭に侵入したことを怒られただけで無罪放免。父と母は、おばさん宅へ怒鳴り込みに行った。泣きながら、あの子を返してくれ。とすがったらしい。おばさんは、ごめんなさいね、と言って、1万円札を裸で渡してきたそうだ。もちろん受け取っていない。しかし、事故が起きて修羅がってたところは、かなりの人数に目撃されていたため、おばさんは村八部。自業自得だクソババア。私は実際に居合わせておらず、すべては母から聞いたもの。とこちゃんに会いたくて、未だに涙が出る。後日談としては、祖母がよく母と出かけていたドッグランで犬をもらってきた。事故から半年ぐらい経った時くらいに、ドッグランに置き去りにされていた子らしい。その犬はもう成犬で、警戒心バリバリだったけど、今はよく懐いている。姿形や性格は、死んだ犬とは似ても似つかないが、祖母は、あの子が戻ってきたみたいだと言って可愛がっている。おばさんは、私が実家に戻ってきてからは全然見ていない。引っ越してはいないはずなんだけどね。